それでは休んでください。本日は沖縄の海を守る第11管区海上保安本部の諸君を激励するために訪問させていただきました。四面海に囲まれた我が国は海洋立国として海としっかり向かい合っていく必要があります。海上保安庁は海を守るさまざまな活動を日夜行い、我が国の海洋権益の保全にも貢献されています。海の安全と権益を守るため全力で取り組んでいる海上保安庁の諸君には新人なる敬意を表します。さて、諸君には非常に広大な海域を担当していただいておりますが、この海域は中国、台湾および東南アジアに隣接する海上交通の要衝、国境海域でもあり、その役割は極めて重要であります。とりわけ昨年9月11日の尖閣諸島の所有権取得以降は、中国公船による尖閣諸島周辺海域の接近や徘徊が頻発している中、諸君が我が国周辺海域における警戒警備に日夜尽力をされておられることを高く評価しております。南西海域をめぐっては今後も厳しい情勢が続いていくことが予想されますが、諸君には日本の主権の堅持のため引き続き職務に精励していただきたいと思います。またこのような警備活動に加え、海難救助や中間移送、海上における犯罪の取り締まりといった業務も重要であります。これらについても今後ともご活躍をいただくことを期待をしています。このような役割を担う諸君の負担は大きなものとなっていることは承知をしております。そうした中で警戒活動などに万全を尽くしていただくため、政府としても大型巡視船による専従の警備体制の整備など引き続き諸君らの活動を全力を挙げて支援してまいります。そして諸君の活躍にはご家族の協力、支えが不可欠であります。日頃のご家族のご協力にも感謝申し上げ、私の訓示とさせていただきます。